でよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。密着しているのでマスクをしたままということで、あの声が聞こえにくいかもしれないんで、少し意識的にはっきりと自分に言っているようなものですので、ね、話しましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で今日は1時間半という短い時間なので、たくさんの方たちの発言をいただきますので、ちょっと時間を確認しながらいきますけれども、あの、まあ、これ今日が始まりみたいなものなので、昨年度のこういう会を随分やってきました。で今日はこういう形で、円卓でお話をいただくんですけども、たまたまこちらが若手でございます。でこちらが先輩たち、僕も含めてということで、あのお話を進めていきますが、まず、若い世代から、簡単な自己紹介と同時に、今の喜多方について、これからの喜多方について思うところをお話をいただくということから始めたいと思います。とそれじゃあ最初ですね、斉藤さん、はい、自己紹介しながら喋ってください。おはようございます。会津喜多方商工会議所青年部副会長の斉藤でございます。どうぞよろしくお願いします。次年度一応の会長予定したということで、1年間頑張りたいと思います。ぜひとも皆様ご協力よろしくお願いいたします。私は建設業ですね、いわゆる建築業の方ですね、建設だと土木出てきて、私は家の解体業とか、あと、まあ、生コンクリート、アスファルト、あとこれから除雪ということで、1年間やってるわけですが、まあ、空き家ですね、まあ、仕事の頃から言えば、空き家がすごく多くなってるっていうのは、すごいやっぱ解体屋やってるとすごい思います。やっぱその空き家もいいですけど、やっぱ昔40代で、蔵建てないと男が廃るなんて言ってたんですけど、でも結構40代で蔵壊し始まってるんですよね。で本当にもうすごい張り柱っていうのもある蔵を何軒も今年解体したし、今までもずっと解体はしてきたんですけども、やっぱその蔵を持ってるその補修する左官屋さんも今若手もやっぱいなくなってきてるっていうのが今現状なんですよね。やっぱそのやっぱ寂しいなっていう反面、やっぱね、私も商売なので、まあ壊さないでっていうわけにもいかないんですけど、やっぱ壊していくとやっぱちょっと寂しいなっていう部分がすごいやっぱまあありますね。いや今やっぱ今現状の喜多方といえば、やはり今観光客、やっぱインバウンド客もいない中で、やっぱこの喜多方市でやっぱこう商売をやんなきゃいけないっていうその地域型っていうのがやっぱり一番今現状、やっぱ、まあ、ラーメン屋さんだったり居酒屋さんだったり、まあ、っていうのもやっぱ、まあ、見受けられますね。で私も青年部やってますけど、やはり夜の街ラーメン屋さん、青年部メンバーしか来なかったとかっていう、なんかちょっと寂しい話が最近だとか出てきてるっていうのが今現状です。やっぱこれからこう、まあ、うん、会長として何をやりたいかっていうと、やっぱつながりですね、うん、そのつながりを持って、まあ、商売、まあ、青年部の活動そのやることが、うん、一番この今現状には一番こう商売につながるのがあるのかなというふうに感じました。そんなところですかね、はい、はい、ありがとうございます。後で蔵の話は須磨さんに応答していただけるとありがたいです。お二人目に清水さんお願いします。はい、喜多方市役所文化課の清水飛鳥と言います。よろしくお願いします。私はまず簡単に最初自己紹介させていただきますと、出身が群馬県です。みなかみ町っていう、まあ、温泉地とスキー場が多いところなんですが、で大学で、まあ、京都の方に行きまして、美術史で特に仏像について研究していました。
でその後就職で、まあ、ご縁があって喜多方市に学芸員として採用していただいて、で今年で4年目になります。で喜多方ではいろいろ地域の文化財とか文化振興を担当しているので、まあ、地域のいろんな文化資源を活用した街づくりといいますか、イベントなども考えているところです。で今文化課で特に力を入れてやっているのが喜多方の染め型紙会津型って、今日ちょっと簡単なものをお配りしたんですが、江戸時代の後半ぐらいから昭和の初期にかけて喜多方で作られて、で東北地方のいろんな染め物屋さんに売られていた布を染めるための染め型紙になります。でこちらがもう3万7000点ぐらい喜多方市に寄贈いただいてまして、そちらを結構長いこと、まあ、しまいっぱなしといいますか、一部蔵の里で展示したりだとか、あとは昔ちょっとそのイベントなんかもやっていたんですが、長らく市としてはあまり活用できていない状態で、ただ会津型研究会さんが体験事業をやったりですとか、こう復刻なんかしたりはしていたところです。で、まあ、昨年度ぐらいから今文化課の方では喜多方会津型ミュージアム事業っていうものを掲げて、で昨年と今年と来年度の予定でやっています。でその中ではやっぱり会津型ってまだまだこう市の方々にも認知度があんまり高くないので、まずは知ってもらうっていう普及の事業で楽しんでもらって、で最終的には活用ということで、まあ、いろいろ商品開発もしていただきたいですし、やっぱり喜多方といえば今は蔵とラーメンの街って言われることが多いんですが、それだけではなくってっていうのを推していきたいなというふうに思っております。で今年度は結構、まあ、レトロ横丁の時なんかにもワークショップで参加させてもらって、缶バッジ作りなんてものをやりました。これとかですね、型紙はこちらで彫って、で、まあ、参加者に色をつけてもらって、最後缶バッジに仕立てて、まあ、でつけてもらって宣伝をしてもらおうなんていうことをやったりだとか、で最近ですと今会津型っていろんな文様があるんですが、全部スキャンしてデータ化しているので、申請いただけるといろんなものに使っていただくことができます。なので、まあ、お酒のラベルにしていただいたりとか、あとは最近だとイヤリングがあったりとか、いろいろな展開があるんですけれども、もっともっとこう使っていただいたり、あとは私がちょっと目論んでいるのは、やっぱり浴衣というか着物も復活させたいななんて思っていて、例えば喜多方でこうレンタル浴衣とかで会津型の浴衣を着て街歩きなんてしたら素敵だななんて思っているので、観光物産協会さんとかどうかなと思ってます。はい、そんなところです。よろしくお願いします。ぜひ楠山さんを応答してください堀さんも応援団になってくれそうなので楽しみですそうしたら3番目ですね、三谷さんお願いします。はい、浄土宗の松山町村松の朝鮮寺というところの住職をしております三谷翔と申します。出身は会津の、今は会津三里町なんですけども、本郷焼きとかのがもともと本郷のお寺の次男坊で、そしてすぐに仏教をやったわけじゃなくて、音楽の方を主に勉強して、そして東京の音楽大学に行って大学院に出て、それからイタリアのパルマの音楽院ってところに5年間いて、そしてイタリアに十数年住んで日本に戻ってきました。でその時に、住職になるためにお坊さんの修行というものをして、そして今喜多方に住んで住職をしております。さっきも言ったんですけれども、私バックボーンが音楽なもので、まあ、
お経もちょっとドラマチックというわけではないですけれども、まあ自分がやってきたものはやっぱり無駄なことではないんだなって、一生懸命やったものっていうのはやっぱり残っていくし、そんなことを再発見したしました。で今は喜多方で沢上オペラ振興財団が酒蔵オペラっていうのを、酒蔵オペラコンサート、手元に、資料の方をお渡ししたんですけれども、毎年今までは、木山友和さんの相場蔵の方でやってました。で来年からは喜多方プラザ大ホール借りて、公演の方をやる予定でおります。でこれはただ聞くだけじゃなくて、実際に喜多方市民会津の人に参加してもらう、まあ遠くは元宮から来られている方もいます。で、最近入られた方は東京から合唱をやりに喜多方に来るっていう方もおられます。そういったこの音楽の力っていうのはなかなか強いもので、その音楽によってこのやっぱり文化、まあ、全般ですね、文化の力っていうのはこの喜多方市すごく強い、全国でも強い、それは美術であったり、それこそ伝統文化会津方であったり、そういうものを大事にした土壌っていうのがあるから、そうやって残っている、その蔵もそうですね、蔵もこういうのが残って大事にしているっていうのはすごく感じます。でこのオペラ合唱団なんですけれども、今、東京から月1で先生が来ていただいて合唱の練習毎月やってます。そしてこの音楽をもとにこの地域に力を与える、それを沢上オペラ振興財団の沢上会長が目指しているところはそこで、でそこにとどまらず、そういうところをあちこちの都市に作って、そしてそれを今度コラボさせていく、例えば、徳島にもそれをやっていて、今週かな、こっちの合唱の人が徳島まで見に行くそうです。逆に徳島からこっち見に来てくださったりもして、で喜多方会津っていうのはこういうところだっていうのを知っていただく、そしてそれを全国に広げていってもらう、そういう活動っていうのが今後必要になっていくんじゃないのかなと思います。以上です。すいません、一つお願いしていいですか。はい。お経をオペラ的にやるとどういうふうになるのか知りたいです。触りだけでいいんですか。やっぱまあそうですね。そうかな。雷さんっていうのがあるんです。それはもうメロディーがついてやるものなんですけども、一節どうぞあれですか。ちょっとまあ普段はそんなにやっぱりちょっと宗教的なものなので。まあ、ちょっとじゃあ、じゃあマスクつけたままで。ナムシシンキミョオライサイコアミダさんは声の魅力ですよね。はい。聞き惚れました。はい、どうぞ星さん。はい、福島大学人間発達文化学類音楽専攻2年の星と申します。今日は大変緊張しております。よろしくお願いします。私は成人式に関することをお話しさせていただきたいなというふうに思います。
自分は今大学2年生なんですが、1年間浪人して大学に入学したので、本来3年生の年です。なので成人式は今年の1月に行われる予定だったんですが、それは新型コロナウイルスの影響を受けて中止となってしまいました。それで他の周りの地域は延期という形を取るところもありましたし、そういうところもあった中、喜多方市は即中止ということになってしまったので、正直ショックはかなり大きかったです。で、その連絡が来たときに、ショックも大きかったんですが、それ以上に何とかして成人式の代わりになるようなものを、自分たちで開催することができないかというふうに、思いまして、それでSNS のインスタグラムを活用したんですが、インスタグラムの、ストーリーという機能がありまして、その中でアンケート機能みたいなものがあるんですが、そのアンケート機能を用いて自分と同い年の、喜多方市出身の人たちを対象に成人式の代わりになるようなものがもし開催できることになったとすれば、参加したいですかどうですかということを、アンケートで取ったところ、98% の人が参加したいというふうに答えてくださったので、ならば何とかして、自分が動いて代わりになるようなものを開催できないかというふうに思い、今年の3月末頃、4月頭頃から動き始めました。で、自分の方で実行委員会の方も立ち上げまして、喜多方市内の各中学校出身者からできる限り1人ずつ出るような形をとって実行委員会の方も組織しまして、Zoom や Google Meet などのオンラインミーティングツールを用いて会議なども定期的に行っていまして、準備も進めてまいりました。で、なんとか今のところ来年の1月10日成人の日に、開催する予定なんですが、オミクロン株が入ってきてちょっと怖いなというところはあります。せっかく自分たちで一から作り上げる成人式なので、普段の普通の成人式とは異なるものにしたいなというふうに考えまして、いろいろ企画も練っております。皆さんのお手元の方に資料を配らせていただいたんですが、令和4年の1月10日成人の日に行う予定でして、喜多方プラザのせせらぎホール大ホールの方で行う予定です。で、式の流れとしましては1部と2部で分けまして、1部の方では基本的にはオンラインの成人式に沿った形でできる限り行おうというふうに考えておりまして、本来の成人式と違うのがこの親への感謝の気持ちを伝えるというところでして、なかなか私ぐらいの年になると親へ直接感謝の気持ちを伝える機会というのはないので、なんとかこういう機会で、改めて日頃の感謝の気持ちを親へ伝える機会を作った方が良いのではないかというふうに、実行委員会の方で案が出まして、それを、取り入れました。で、第2部の方では、本来の成人式とは異なるものをできる限り入れてみたんですが、スライドショーの上映に関しては例年成人式でも行っているものなんですが、その後のビンゴ大会ですとか、あと成人の主張っていうのは昔テレビ番組で未成年の主張っていうものを行ったと思うんですが、それを参考にしまして、それの成人バージョンをやってみようというふうになりまして、それも行う予定です。そしてその後に喜多方の将来についての集計結果を発表するというふうに書いてあるんですが、これに関してはせっかく20歳、21歳の僕たちが一堂に会する機会なので、喜多方市に対して今現在どんな気持ち、どんな考えを持っているのかというのを集計してみたいなというふうに思いまして、出欠確認をする際に出欠確認を Google フォームで行おうというふうに思っているんですが、その時に
QR コードを別な Google フォームを作りまして、そこで喜多方市に対する現在の、良いところもそうですが、不満だったりどうしたら喜多方市がより良くなるかというのを、一人一人に、Google フォームで提出していただこうかなというふうに思っておりまして、その集計結果をこの場で発表しようかなというふうに考えています。なのでただ楽しい成人式というだけではなくて、喜多方に関してもしっかりと考える良い機会になるようになんとか開催できたらなというふうに考えて動いているところです。面白そうですね。どんなの出てきてもちゃんと発表するんでしょうね。はい成人の主張も弾圧にめげずに、はい、いいんだよ、それを許される年齢なんだからやってしまって、で何かあったら先輩たちがちゃんと応援して守ってくれると思いますよ。はい、思いがけない発言もいくつもあったんですが、それを受け、これを受けながら、僕を含めて先輩たちがどういうふうにそれに対して応答するかといったことをお話しいただきたいなと思います。で順番だけ決めたんですけども、まず堀さんからお願いいたします。はい、堀と申します。今若い方々、何歳までが若いというか分かりませんがいいんです、お若いという方々の話を聞かせていただきまして、やっぱり違うなと思いました。どっかで話したんですけど、町づくりにはよそ者、若者、女性、若者、若者というのは一種オタクだろうなと思っておりますが、そういう 4種類というんですかね、の人たちが町を作っていくんだという話を聞いたことがあります。まさに今の皆さん方は、よそ者の方、一人だけずっといらっしゃる人いますけども、ね、よそ者だったり女性だったり若者だったりという、で多分湯谷さんは若者の範疇かなってオペラみたいな感じかなと思っておりましてこの言葉っていうんですか、裏付けされたかなと思っております。で今のお三方の話でちょっと私の思いをちょっと伝えさせていただくと、会津方を新聞で、東京にいる時に見ました。3万7000の確かに歌舞伎さんが出てらっしゃったかなと思いますが、もう日経新聞の一番裏側の方に文化欄で出てらっしゃいまして、ああうちの田舎にこんなすごいものがあるんだっていうんで胸をときめかして戻ってきましたが、なんか姿があまり見えないなっていうんでもうびっくりしました。で、今年ですか、関芝の公民館で勉強会があって、それに出て、歴史とか実際にランプシェードを作ったりとかで、やらせていただきました。先ほど清水さんはこの5年4年目ってことなので、過去のことあんまりご案内じゃないのかもしれないけど、過去にはもう観光とかそういうことでもう会津方を何度か使ってやったことはあるそうです。ただそれがなぜか継続っていうんですかね、されてこなかったのは何なのかなっていうのをもう一度過去を見て勉強しないといけないかなと思っておりますし、数日前の宴会で、会津方を使った御朱印帳を、見させていただきました。すごい人気だそうで、5000円くらいするんですけど、御朱印帳という、今流行りのものですから、それもあるのかもしれませんし、会津方っていうのが受けてるのかなと、それをお考えになった方も女性なんで、やっぱり女性は違うなと思いましたのでぜひですね、過去を調べてなぜダメだったのか、で先ほど清水さんがおっしゃったような浴衣とか新しいアイデアで、特に子どもたちにこういうものがあるってことを教えていただきながら、喜多方の良さをですね、こういう何て言うか核を作りながら作っていっていただければなと思いました。であと斉藤さんは商工会議所なんで、うちも
宣伝させていただきますと、川京の私監査役をやらせていただいておりますが、やっぱり商店個展が大変厳しい時代になりますよね。インターネットの時代で、その中でそういう商店街とか一つ一つの個展がどう活性化していくかっていうのは難しい話だと思っておりますが、でも何て言うんですかね、人との交流とかそういうことを、まあ、軸にしながらインターネットに負けない、商店街個展作りを勉強していく時代になったのかなと。で、多分コロナはそういうところで一つの出口を見させてくれたんじゃないかなと思ってます。今日関柴から私歩いてきまして、小1時間歩いてきました。メインストリートっていうんですかね、あの通りが電柱の無中化であり、あと街灯がすごい綺麗にびっくりして、あ、こんなに夜の北方も綺麗なんだと、まあ、人は少ないかもしれませんが改めて思いましたので、お酒と蔵とラーメンもありますけどね、だけじゃない魅力を、まあ、今の会津方とかあとインターネットで皆さんでお考えになっているような新しいものを、まあ、ちょっと模索していっていただければなと思います。あと成人式はぜひおやりになってください。中止と決めた自治体って一体何だろうなという気がしますし、コロナはまあ大変でしたけども、やっぱり皆さん方、お若い方々がこれからの時代を、まあ引き継いでつないでいくもんですから、で特にインターネットを駆使して、こういう形で、まあ、なんていうんですか、一つのものを形作るというのはやっぱり若者だなと思いますし、時代の一つの象徴だなとも思いました。まあ、ぜひ何ですか、枯れ木の山の賑わいで参加してもよければ、元青年の成人式だったということで見てみたいななんて思いましたので、ぜひ頑張っていただきたいと思っております。はい、ありがとうございます。三谷さんは頑張ってください。はい以上です。はい、どうも。何、その成人式は外野席から見ても構わない？基本的にはまあ、関係者のみということにしていたんですが、うん、もしご要望があれば、要望ありまして、考えろかなというのは、応援団の要望ですから、いた方がやれるように、はい、一応、来賓として、進学校の先生方はお呼びする予定だったんですね、本来の成人式だとお呼びできないんじゃないですか、それせっかくなので、恩師をお呼びしようということで、先生方をお呼びするので、それ以外の方でもご要望があればというふうに考えていたので、ぜひ参加していただけたらなと。参加なさいます？はい、無理強いしちゃいけないと思いますけどまあでもいろんな方にね、はい、見ていただけたらそうですね、お祝いしていただければ、ね、もう一回広いホールでしょ？はい、はい、そうです、分散して、はい、定員が一応499人なので、うん、定員的には大丈夫なので、はい、もともと999人なんですけど、この中で半分で、はいはい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。応援団がまた生まれましたねじゃあ順番デタラメになりますけども、須磨さん、お願いします。いや、もう話が急に変わっちゃって申し訳ないんですけど、私はやっぱり町それぞれのね、町にはこう個性があって、で私にとっては喜多方の一番の個性はやっぱり蔵だと。でそれも蔵住まい、蔵に人が住むというね、そういう文化、歴史的に、まあ、細かいことを話す時間はないんですが、歴史的にやっぱりそういうことが培われてきた町なんだということを若い人にも意識してほしいなという気持ちがあります。私は NHK に昭和46年に入局して、で郡山放送局に赴任したんですね。それで、まあ、番組作るためにいろんなネタ探すわけですよ。で民放だか民謡だか忘れたんだけど、そこのこう隅っこに蔵の写真展っていう言葉を見つけたのね。僕の頭の中では蔵と写真展っていうのが全然ミスマッチで、蔵って物置だと思ってたから、ですごく気になったんだけど、その蔵の写真展を会津若松でやってたんだけど、その時期に行けなくて、それで終わってからその蔵の写真展を開いた金田
稔さんという喜多方の写真層の親父さんの訪ねたんですね。あの日曜日の休みに。それで上がったら確かもう6畳か広くても8畳くらいの和室だと思うんだけど、そこにザーッとその写真展に出したまんまだったと思うんですが、額に入った蔵の写真がダーッと畳に並んでたんですよ。でそれを見た途端に、単なる物置だった蔵っていうのがね、 ある種アートでもあるし、さまざまな使い方をされてんだなっていうのにものすごく驚いた。一番驚いたのは川屋蔵、川屋って言葉わかる？まあ要するにトイレ、庭にそのトイレ蔵があるわけですよ。それでそれがね、なんで蔵造りなんだということに驚いたし、それから写真撮ってきた彼のさんに言わせると、要するになんで庭にトイレがあるかって、それはまあ、 農家にはよくあることなんですよね。靴脱いで家に入ってトイレして、また靴履いて農作業に行くって大変じゃない、農作業の靴ってね。でズブズブってした靴ですから。それで、しかもね、その座って用を足しながらかまどの火が見えるようになってるって言われる。だから奥さんはかまどの水で煮炊きしながらでもその庭のトイレを使えるようになってる。まあそれに始まって、ありとあらゆるものがね、蔵である商店もそうだし、そんなことで、あと海本家の蔵、これはすごいもんだなと、まるでなんか映画のために作ったセットじゃないのくらいにすごいもんで、それでそこも案内してもらったんですよ。そしたらその当時奥様が一人で住んでるね。それでもう金田稔さんっていうその写真その親父さんも緊張しちゃってるわけ。すまさん、あんた失礼があっちゃいけないよと、もうここは大変な休暇なんだからって言ったら、我小柄な奥様がしずしずと、いらっしゃいませ、金田さんから伺っておりますって言って、しずしずと廊下を歩いてその蔵座敷に案内してくれて、でそこはもう僕はスローモーションみたいによく覚えてね、ガラガラってこう扉ってガラスとまだ開けてくると、また扉があってずっと開けて、それで最後にその蔵座敷に通じるね扉を今度開けて、ギーッてこの観音扉をバーッと小さな体で開いて、パチンパチンパチンって電気つけたら、ダーッと和室が広がってて、掛け軸にはいい掛け軸がどこの間にあるかってるし、でまずたまげてその奥様に、一体ここ何畳あるんですかって伺ったら、いい風いいよと数えられてて、50何畳だったかな、51畳、51だけよく知ってね51畳あったわけですよ。それで奥様にお話しすると、私はここに嫁に来て、これで3日3晩宴会でしたという話を聞いて、もう完全に虜になっちゃって、まあ僕は番組作るの仕事だから、それは絶対番組にしたいと思ってですね。で当時の人気番組だった新日本紀行っていう、月曜の夜7時半からやってた番組に企画出したんだけど、まあ郡山にいるような田舎のボンボンディレクターの企画なんかそう簡単に通らないよね。でそれでまずは写真構成、自分で写真撮ってふるさとのアルバムっていう15分の番組に提案して、それをやって、でようやく仙台にまあチーフね、郡山っていうのは小さい局だから管轄してるのは仙台なんですよね。
でそこの統括が目をつけてくれて、で須磨であるの北方に連れてってみた。で連れてって、でいろいろ見せたり説明して、まあ、ようやくその、まあ、番組を撮ったんですけど、それが昭和だから50年かな、放送したのは。50年に放送されて、それがやっぱり出発点でね、まあそれから何年経ったんだ、もう、40何年経ったの、まだ通わせていただいてると。まあだから、まあ一つ蔵だけじゃなくても何でもいいんですけど、やっぱり町の個性っていうのはとても大事にして意識して行ってもらいたいなというのが私の思いでございます。後半でやっぱり蔵については皆さんできちんと議論をさせていただきたいと思います。で、楠山さん、はい、お願いします。はい、まあ、蔵は後から話すって話でしたけれども、いいです、話していいですか。須磨さん、本当に北方は蔵の町ということで有名にしていただいた大功労者なので本当にありがとうございます。その後ラーメンの方がなぜか有名になってしまったっていうじくじたる思いがありますけれども、やはり蔵の町北方っていうのをきっちり生かすっていうことが大切だと思ってます。で、斉藤さんの話の中でまあ、蔵が壊されてるっていう話がありましたけども、この間もちょっと火事でね、2軒ほどいい蔵が焼けちゃいまして、本当に残念だったんですが、で今ね、北方に蔵がいくつあるのかっていうことで、ちょっと私、この間税務課に聞いてみたんですよ。税務課で把握してますんでね、3900いくらでした。で合併当時、今から15年くらい前は4200棟だったんです。でしばらくは4200棟って言ったんですけども、ちょっとだいぶ壊されてきてから4000を超えるっていうふうな表現をしてたんですけども、4000を超える蔵がありますよっていう表現をしてたんですが、今は約4000棟の蔵がありますと。こんなふうに言葉を少し変えながら、よそには説明してるっていうことで、本当にちょっと、まあ、残念だなっていう部分があるので、なんとかいい蔵がいっぱいありますので生かしていきたいなというふうに思っております。で私の立場からすると、まあ観光という切り口から、皆さんにお話をするということになるわけですけれども、まあ、清水さんの方、まあ、いろいろ会津方とかそういった話が出ましたけれども、ずっとね、観光と文化の融合ってどういうふうにやっていくのかなということ、それから観光と街づくりっていうのはどういうふうな関係にあるのかな、まあいろいろと、まあ、例えば観光とグリーンツーリズムってもあるんですけども、いろいろそういったことを考えて試行錯誤しながら今取り組んでいるところです。で観光と街づくりの関係っていうことで言うと、街づくりのための観光っていうことは非常にいいんですけども、観光のための街づくりをやったところって結構失敗してるんですね。そこに住んでる人たちが楽しくなくなっちゃって、なのでやっぱりいろいろといろんな取り組みをするときに自分たちが楽しむっていうことが一番大切なのかなと、自分たちが生き生きとやってるっていうことが大切なのかなと思ってまして、そういったことを特に私としては意識しながら、観光はあくまでも街づくりのための手段でいいよというふうに思いながらやってきてます。あと文化の関係についても、いろんなその人たちが触れ合うことで化学変化が起きるっていうのはよくあるんですよね。あ、こういう視点もあるのかというふうなことで、そういったことを意識しながら文化関係にいろいろ、文化芸術関係の方いろいろいっぱい北方に多彩な市民の方がいますので、そういった方と触れ合いながら、例えば会津方にしても会津方で名刺を作ったりとかね、いろんな取り組みがあるので、本当にまだまだポジティブな言い方をすれば、どんどん伸びしろがあるぞというふうに思ってますので、これから可能性が随分あるんだなというふうに思いますので、
堀先生、その堀さんそんなことで、ね、私は思っておりました会津型についてね。あと最近コロナの関係で、このコロナで観光に対するあの感覚もちょっといろいろ変わってきたといいますか、そういった状況があって、割とですね、密閉空間って嫌われるようになってきたので、アウトドア的なものが好まれるとか、それからさっきグリーンツーリズムっていう話しましたけれども、土と触れ合うとか、空気と触れ合うとか、そういったのが非常に、新鮮だなんていう、都会の方から来るとそんな風なこともあって、そういった方向に変わってくるのかなというふうに思っていて、あとはマイクロツーリズムですね。あんまり遠くに行かない、近くに自分の車で行く、そんな観光が割と近い将来には増えてくるのかなと。あと公共機関を使わないで車で自家用車で来るっていう観光ですかね。そんなふうなことで変わってくるので、そういったニーズを的確に捉えて、北方の観光を作っていかなくちゃならないなというふうに思っています。あとそれからもう一つは、コロナ禍で変わったのは、やっぱり密を避けるっていう意味で、都会から、もう一回田舎の方を再評価するっていうか、見直すっていうか、そちらへの移住的なものが結構叫ばれるようになってきたなというふうに思っておりまして、そういった意味ではリモートワークっていうのが本当に自然に普通に結構行われるようになったんですね。ズーム会議とかも含めて、したがって、本当に北方に来て仕事をする、それが実は可能になってきたということで、ワーケーションみたいな取り組みも各地で盛んになってきている。で、北方でもそういったのをやっていこうということで、ワーケーションの推進協議会なんかも作りまして、今日は秋山さん幹事長で来てますけれども、そんなふうな取り組みも進めていて、いろんなところからですね、コロナ後の観光ということを、考えていかなくちゃならないなというふうに思ってますし、別な分野の方々との、いろんな触れ合い、融合、そういったのを通じて、もっともっと来た方は、豊かになってくるのではないかなというふうに思ってますので、皆さん今日はまたそういった意味での異業種、異文化交流みたいな、世代交流みたいなことにもなってますので、大変いい機会を与えていただいたなというふうに思っております。どうもありがとうございます。はい、後半にいろいろつなげたいと思います。それでは最後に、石堂さんお願いいたします。お役に立つような意見になるかどうか、今までのご意見は皆さん北方大さんっていうか、こんないいところがある、素晴らしいっていうような意見が出ましたね。私も長年東京暮らししたり外国暮らしして北方に戻ってきてみて、どうしても自分がここを出奔した時の昭和35、6年までの北方、その昔の北方のイメージっていうのはいつもこう浮かんでくるんです。それで今の北方を見ると、どうもこう歯の抜けたような寒々しい街になってないかなっていう思いで見てます。新しい街として脱皮しきれなかったようなところが残ってるんじゃないかなっていつも見てるんですね。で、その私なりのその個人的な、だから意見ですね。だからこの街をより良くするにはどうしたらいいかっていうことをいつも考えるんですけど、割に自動車運転が苦手なので、足で歩くんですよ。本当に足で歩くと見えてくるものが続々ありまして、こんなになってるんだろうって腹が立つほど、見にくい汚い面っていうのが街中にあります。これではダメだっていつも私思ってて、どんなにその豪華な街でなくて結構なんですけど、やはり地味でいいから小綺麗にして始末のいい形でこうそれぞれのお家と街並みとの間を作っていかないと、これは良くないな。早稲田の大学院生たちと一緒にいつも夏1泊2日の外泊の旅行をしたんですが、後半
その時に歴史的由緒のある町、特に初めの頃は江戸時代までの学校を持ってた町を回りましたが、その後それだけではもう足りないから他の町も見ましたが、しっとりしてるところがあるわけです。でその、まあ、森鴎外の生まれた町とかそういうの小さくても非常にしっとりしてる。で私それ来た方ってどうしてそれできないのかなっていうふうにいつも思いながら町を見ているんですけど、持っているものを生かすという観点がいります。でその持っているものを生かすっていうのは今までお話に出てきた蔵がまずそうなんですけど、蔵もですねボロボロになっている蔵が多いですね。で特に今南町の方の文化財としての復興っていうか交流のために今手が入っているのを私もいつもあそこのバス停でバスを待つ関係でじっと見てるんですが、ああボロボロだなと思って、初めこれ久しぶりで何十年ぶりで来た方に来てあそこ見た時にゾッとしたんですよね。剥げ落ちているその蔵のその壁を見て、それから蔵の数も少ない、それでこれは観光として表に出せるのかなっていうふうに、まず無人になっているところがございますので。無人になっているところに対して美しくしろと、美しいという意味はまあもっと地味な意味ですが、整備しなさいということを言うこと自体非常に無理ですよね。その辺をどのようにしてこの回転するのか、そうするとああいうその蔵を生かしてくださるような若い世代というものを招き入れて、そこでいろいろなその企画を出していただいて使っていただくというような形にしていかないと、いつまでも本当に朽ち果てたような形の蔵並みが残るなと思って今毎日心を痛めています。それでその持っているものを生かすということに関して、先ほどから出てくる次の問題は会津方の歌舞伎先生そこにいらっしゃいますけど、私初め来た時に歌舞伎さんのうちに行って研究会にも入ってだいぶいろいろ勉強させていただきまして、あれもかなりの少し資本を入れて、そして大々的にやらないとなかなか表に出てきがたいところがあります。ご努力は私もう存じ上げてるんですが、それでそれやっぱ観光協会とかその他の第三者の企業が出てきてですね、浴衣にするなら私最初市長さんに言ったことがあるんですよ。あれ浴衣にしてもちろんデザインは選びまして、夏祭りで24台の太鼓台が出る素晴らしいお祭りあるんですね。今コロナでやっていませんけれど、あそこで浴衣のその北方型紙の浴衣を着て太鼓叩いたりするようなものにしたら全国から来ますよって言ったんです。本当に、何踊りというその何になるし、その太鼓台の音と太鼓の音と笛の音の哀韻を帯びた喜多方のお祭りの船の笛の音、あれ本当に田んぼの向こうから子供の時聞こえてきたんですけど、夜中提灯がこう並んで田んぼの方からこう出てくるんですね、太鼓台が。あの思い出が私の中にはありまして、今それでなくてもいいんですが、街を歩いてもいいんですけど、そのああいう独特の音楽、太鼓の音とそれから笛の音を持っていますよね。それも生かしきれてなくて錆びれてきてます今。で子供の数が少ないためにあれを太鼓を弾いていく人数がまずいなくて、太鼓台がどこまで続いていくのかなっていう不安に駆られるぐらい。でそれについても考え直して、今言った会津型の浴衣というものをみんな着てったら全国的にまたその購買力も上がるし有名にもなるし、喜多方祭りでというようなことも持てるものを生かすということの一つであります。それからもう一つ、その中心市街地というものをやはり直さねばならないです。時代が経ちすぎましたもはや。でもちろん直ってるところはあるんですが、やはり湿めたままで
北方のあちこち振動寂しいなと思っているんです。上町のところと下町北部南部菅原町に、緑町西四谷南町の一部、もう本当にこれなんとかならないのかと思いながらいるんですが、どこの町もあのかつてにぎわったところの中心市街地が没落しているということはあの経験しております。どこの町もそれは時代の流れの中で、ただ喜多方の場合はそこからまだ立ち上がるだけの産業も起こってないし、こう辛いところでどうしたらじゃあの締め切ったボロボロになった柳を直せるんだろうかっていう、この何かなんか力が若い力が入らないかなっていうのをいつも思いながら歩いてます。その道路を、持てるものを生かさないとっていう。それと最後にあの八重野様に私申し上げたんですが、喜多方の町の真ん中に大川が流れてるんです。でこの大川っていうものについてほとんどの人が注目しない。あの観光って言った時にラーメンとかそういう蔵とか言いますけど、あんなに町の中に大きな川が流れている町っていうのはめったにないです。そしてそれを今あの補助金をまあもらったんでしょうけど、堤防をずっとあの今作り直して回収してますね。だいぶ出来上がってきましたがまだまだですけど、その、 あの大川ですね、川が全部この水量が流れてるわけではなくて、半分以上はもう雑草ですね。雑草と時には樹木まで生えてて、その樹木が上まで来てるんですね。川の橋の上まで上がってて、いやーこれはすごいと思って、恥ずかしいっていうか生かせるのにと思ったんです。でそのわずかな水の流れの中に白鳥がにはつがいできたり、あのコマ、あれコマドリですか、オシドリですか、あれが20羽ぐらい泳いでる時あります。うわこれ生かさない手はないんだっていつもあそこ歩くために思って、あの堤防の周り、あの郡山なんかは町の真ん中にございませんから、町の端に大きな比較的大きな川流れてますけど、きれいに芝生化してきれいにしてますね。犬の散歩にも降りられるようにしたり、それはそれとしてあの町はまあ予算枠も違いますから別ですが、他の町を見てもあれだけの大川があるなら観光客はあれ見た時に雑草を見てなんだこれはって思う、ラーメンを買ったとしてもなんだこれはって言うと思って汚い町だなって思って帰るのか、あそこをその季節に合うような花々が咲くような形で手入れをして、今かなり石とコンクリで詰めてしまいましたけど、一部やろうと思えばできます。私いつも見てますけど、やはり季節に応じた花々で来た方に縁のあるような花々で埋めるような形で美しくしたら来た方って素晴らしいなって思うと思いますよ。美的にあの三の蔵まで行かなくてももう町のもうその降りた途端に川があるんです。あのこういうふうにあの持てるものを生かすっていうようなことを若い人の力を借りて、政策化して実現化していければなって思います。で足で歩いて楽しい街っていうのを作らないといけません。自動車飛ばしただけで喜多方を走り去るような今時代です。ラーメンだけ食べてあと走り去る、これではあの崩壊します街が、はい、爆音だらけ、はい、あのぜひ私はあの大川について注目してもらいたい、また最後のお願いです、まあ、以上でやめておきましょう、はい、ありがとうございます。あの石戸さんの言われた持っているものを生かしながら若い世代にきちんとつないでいって、それを政策的に支えるというプロセスが絶対必要ですね。あの今のお話伺いながら、あのもう後半は蔵と会津型に絞り込ませていただきたいと思います。いろいろな形でいろいろな立場から発言をいただければいいなと思います。あの僕も喜多方と少しずつ関わりながら、喜多方の持っている
その個性っていうのは町衆の文化なんですよね。蔵もそうだし、まあ、この海本家の見事さも大正のあるあの時代の経済的な豊かさが作り出した風景だと思いますけども、あの町衆の文化ということがやはりとても大きなそのバックボーンになっている。ですから、震災とコロナの後に実は離れていった若い世代が帰還をし始めている、帰り始めているっていう現実がありまして、彼らは10年とか20年離れていって、その新しい目で今来た方を発見し、その面白さとか魅力っていうのを探し始めている時期だろうと思いますね。でその意味でね、僕ちょっと衝撃だったのは、斉藤さんがかつては40代で蔵を建てるのをみんなその生きがいのようにしていた商家の人たちが40代で蔵を壊し始めているっていう現実っていうのが、僕はね、蔵という問題を考えるときにやっぱり共有しておくべきかなというふうに思いました。もうちょっとそれについて話してもらえますか。そうです。今現状、昔はね、それこそ味噌、米、そういうのを貯蔵してる部分っていうのがあったんですけど、今現状それを活用する術がないんですよね。やっぱそこがやっぱどうしても例えば補修にしたって使い道がなければ補修もできないし、でそれを頼もうとしても今現状今 この辺で補修できる方たちがもう60代70代80代なので、その方たちがいなくなれば本当に北方は蔵がただ多かった町ってなっじゃねえかなっていうふうに私は感じています。実際この4200棟から、まあ、約今4000棟というお話を聞いたときに、果たしてこれ例えば我々まちづくり団体が蔵を紹介するときに 1,2 件くらいしか紹介できないですよね。じゃあこれ果たして 1% も多分活用ちゃんとされてないんじゃないのかなっていう、やっぱまちづくりの方からすると町も知らなければまちづくりもできないと思ってますけども、今現状、まあ、蔵よりも、イベントですね、桜並木であったり、まあ、レトロ横丁、夏祭り、そういったところしかちょっと紹介できないっていうのが現状ですので、まあね、これからやっぱそこを補修する人も育てなきゃいけない、活用方法も 見なきゃいけないっていうことが、まあ、一番ちょっと問題になってくるのかなっていうふうには感じました。酒屋さんがいないって言われましたよね。つまり蔵が活用、蔵が活用されて補修をする人たちが需要があれば、職人さんはね、仕事をして自分の技術を習得して伝えていくことができるんで、全部循環なんですよね。そういう意味でその蔵をその風景として保全するもう時代じゃなくて、金田さんの写真っていうのは蔵の風景写真なんですよね。でももう少しその先に我々行かないと、その蔵をもう一度現代の文化の一つとしてどうやったら生かすことができるのか、まあ、僕なんかは文化とか芸術ということで、震災の前後に漆の芸術祭、会津漆の芸術祭っていうのを仕掛けたんです。その時にそのうずもれている蔵をみんなで学生たちときれいにして、そのアートの会場にさせてもらったりしたんですね。それによってそのもう崩れかけていた蔵が蘇って、蔵って面白いよねっていうことを発見したりとか、だから本当にあなたの言われたように、この新しい時代の中で蔵をどのように生かすのか、本当に持てるものをどうやって生かすのかっていうのが、実は逆に言うとね、北方ってね、持てるものたくさん実はあるんですよ。それは過去の豊かな経済的な豊かさが支えていたものかもしれないけれども、例えばね、例えば佐藤八右衛門さんにも聞いたことあるんですけども、この町衆はね、その稼いだらその稼いだ金をちゃんと地域に還元していくべきだっていうなんかモラルがあったっていうんですよ。でそれはとっても大切なことで、それが
あれば、で実は若い戻ってきた世代の北方人が結構それをね実践し始めてますね。それが希望かなと思います。つまりつながりという言葉もあなた言われたでしょ。で例えばお酒を作っている酒屋さん、まあ、酒造会社がありますけども、そこを女性が当時として後を継いで、その人たちが中心になって働き始めていて、そうすると新しい風景生まれてるんですよね。それはねとっても希望でもある。でもなかなか見えてないんですよね。やっぱりそれを、まあ、商工会議所の青年部の来年から会長なんですかね、そのぜひ見える形でこんな風に北方に帰ってきた若者たちがいろんな活動を始めてる、つながりを作ろうとしているということを見せてほしいという気がしますね。堀さんいかがですか、今日のお話聞いて。僕フラッと会津方っていうのはやっぱりこれからの北方を考える時の大きな持てるもの財産かなと思いますので、あのちょっとお話しください。あの先ほど石堂先生が、まあ、持っているものを生かすというお話がありました。私もあの本当に50年ぶりにこちらに帰ってきて、こんなにあの素晴らしいものが、まあ、食べ物、光景、蔵もそうですけどあるのに、なぜこれを生かしきれてないのかなっていうのはすごく残念で、あのいわゆるダイヤモンドの原石がいっぱいあるのに磨いてないなっていうのは痛感しております。で、蔵の話はこの前地域公式協力隊の人もおっしゃってましたけど、おたつき通りに明治蔵があって、観光客が入ってきてすごくその蔵について知りたがると、若い人もで観光の人たちもあの若松には鶴ヶ城があるだけど、私思いましたけど今の話を聞いて、やっぱり北方には、まあ、4000弱の蔵があるんですよね。でいろんな使い方があるんだなと思うので、それはですよね、あの民間の力ってすごいなと思いますが、行政と、まあ、皆さんが一緒になって、まあ、見える形、政策、文化という形で、まあ、作っていただけると、まあ、いいだろうなと思います。持ってるものを生かすためにも、とあと文化については会津方、本当に私は残念だなと、NHK の朝一で伊勢の、 あの方なりの町づくりを、見させていただきました。まあ、本当にあの美しくて、で私も関芝ではランプシェードも作ったりとかなんかさせていただきましたけど、なぜ北方にはそれがないのかなって思うと、掘り起こしてみるともう過去に何度もトライしたそうです。何度もトライしても現状なんですね。それは何だったのかの、まあ、今インターネットとかいろいろあるんで、やり方とあと、子どもたちとかあと女性ですね、そういう方々生活の質上げるっていうか、美しさを求めるっていうか、そういうのをちょっと今回フィルターかけて会津方を北方の魅力にしていってもらいたいなと。でちょっと私事で恐縮ですが、今回世田谷美術館と北方美術館のコラボっていうんじゃないですけど、交流って形で向井純吉展を開催させていただきました。あの大変皆さん喜んでいただいて、1870円のカレンダーが、私はとても買えませんでしたけど、1500、1600、結構売れたそうで、あの製造元があのびっくりするくらいの反響だったと思っております。やっぱ文化芸術っていうのはやっぱ人の心を成長させるもんだと思いますので、こういうものを大事にしていくっていうのは北方にとって重要だろうと思うし、まあ、その一つの取り組みが、まあ、会津方になればいいなと思っております。あの我々僕の県白の館長時代から北方との付き合いって結構深いんですよ。で文化とか芸術という、まあ、テーマで関わるとものすごくね、北方の人たちのもてなしの文化に出会うんですよ。あのこれはねやっぱり町中の文化ってこともあるし、もう北方美術クラブっていうのを大正時代にできたのは、もうよそから来た
アーティストたちをもてなして食わせて絵を描かせて作品それを置いてってそれを財産にするような、まあ、財力もあったんだと思いますけども、でもねその伝統間違いなくあるんですよ。だから別の町で芸術祭の仕掛けをやるよりもこの町でやると面白い、いろんなものが潜在的にどんどん出てきていったことはあります。で今一生懸命孤軍奮闘しているのが会津型の清水さんなんですけども、応援団いっぱいいたでしょ、はい、ぜひ発言してください。そうですね、まあ、会津型だけではないんですけど最近やっぱり大事だなと思うのが喜多方のそういったあるものを使っ、まあ、私たちはこう魅力を発信したいって思うんですが、結局はやっぱ生活の中に取り入れるとかこう使ってもらわないとダメだなと思っています。蔵もそうですし、あとは漆とか竹細工もそうなんですけど、ぜひこう買ってください使ってくださいって言ってもなかなか若い人たちがそれに触れる機会がすごく少ない。なのでやっぱりこう私今考えているその仕掛けとしては、例えば竹細工を生活にどう取り入れていくかっていうのを、まあ、こう一緒に、まあ、地域おこし協力隊の方もいるので考えながら何かイベントができたらななんて思っていて、で会津型もやっぱり過去にイベントだとかあと型紙伝承フェスタなんてやっているんですけれども、やっぱりこう会津型を例えば掘ってみるとか、まあ、こう学ぶっていうのは結構力を入れてやっていたんですけど、身につけるっていうようなところまでなかなかこういかなかったのでなかなか続かないのかななんていうふうに思ってました。でなのでそういった部分で結構何でしょう、会津型も型紙だけではなくって例えばデザイン画だったりとか昔のその当時の道具だとか記録とかもたくさん残っているんです。で私たちのその、まあ、市役所の方でもどうしていいのかが困っていたり、で一方で例えば印刷会社さんとか企業さんとかで会津型を使った何かを作りたいんだけれども、こういう技術があるといいなとか、こういうどういうこの技術はあるんだけどこれで何を作ったらいいのかっていうご相談を受けることも増えてきたので、そういったまあものと技術とあとは人とのこのマッチングっていうのがすごく必要になってくるなと思ってます。でこれからはなのでそういった会津型を使ってみたい人たちをこう集めてちょっとお話ししてこうアイデアの交換会みたいなのがこうできていくともうちょっとこう進むのかななんていうふうには考えているので、ぜひ応援団の方々にご協力いただければななんて思っています。会津型の最大の僕魅力は著作権がないということだと思います。誰もが自由にそこに参入して使える、でそれはとても有利な条件だと思います。伊勢の型紙とちょっとそこが違うのかなと思いますね。ですごく土俗的な会津のなんか植物とかいろんなもの出てきてるんですね。すごくデザインも面白いんですよね、土臭くて。そう、洗練しきってないというか。そう、でもね、それが妙にいいんだよね。そうですよね。星くん、はい、今話をずっと聞いてきて、1月10日でしょ、はい、1月10日に、たった1ヶ月ちょっとなんだけど、もう、清水さんと組んで、はい、会津型をなんか、デザイン、衣装として取り込んだものをみんなが共有するみたいな、まあ、寒いから浴衣もいいじゃないですかね。なんか考えて、私も今ちょっと考えていただきました。喋ってね、こんなことやりたいって言ってみて、はい、ビンゴ大会のところで、うん、せっかくなので喜多方の特産品をみんなにお渡ししようかなというのを考えていたところなんですが、うん、例えばそこで何かこの会津型を利用したものを景品としてお渡しするですとか、そういうことはできないかなというふうに今考えていたところです。でもビンゴじゃ勝った人しかもらえないし、そうですね、まあ、参加者全員が会津型を持って帰るような、はい、そうですね、うん、まあね、そういうことをどんどん積極的にやるだけの
予算を市はつけてない、そういう思いつきを形にしてくれるほんのささやかな予算的裏付けさえ持たずに清水さんは孤軍奮闘していてもうそのね予算の額を聞いたら唖然としました。言いませんけどね、うん、やっぱり政策的に支えるっていうのは絶対シロさんが言われたように必要だと思いますね。その点で昭和村の事例はね、うん、いい例だと思う。あ、からむし市がね、もう積極的にあの何草でしたっけ、からむし、うん、あれはまた高いんですよ値段が、うん、買えないほど、うん、でもやってるんですよ。あのどんどん開発していろんな商品出してる、ああいう形で、今のところはメモ帳とかその程度はやってますね。そうですね、大臣札とか、はい、ね、間に合うかね、成人式。成人式何かメモ帳ぐらいかな、配るの。あの私、関芝の公民館で100円ショップで、こんなライトをあの、まあ、いただいたんですけど、それに自分が彫ったものを、あの柿渋で彫ったものをこう囲るランプシェード、このくらいなんですね。でこれは本当1000円と、あといろんな型紙がありますので自分で好きなものを選んだんですけど、まあ、それは今回例えばこちらでこういろいろ提案してもらって、その中でこう作ってその何て言うんですか、自分のお家に飾るというのことをプレゼントなさると、金額的には大したことないですし、すごく美しいですよ。うちの母はあのトイレに行く時に、まあ、ちょっと電気あの難しかったんで、あのでランプシェードを作ったものをずっと置いといてあげました。それがとても会津型の美しさが出てて、茶色のあれだったんでよかったなと思って、あの母も喜んでました。ですのでそんなに高価じゃないですし。何人参加するの今のところは200人以上は参加。200人、はい、200人以上、はい、200人で計算苦手なんだけど1000円だとしたらいくらも20万だよね。ここでカンパしてもいいよみんなで出し合ってあのね、政治が政治がショップでいや、あの200もっと安く買って多分何かあのいろいろあると思うので、うん、探せば材料はホームセンターとか、ね、関芝の公民館でやったものは何種類かあって、はい、自分がどれかと選んでやったんですね。すごく本当にちっちゃいんですけど、あこれが会津型紙なのねと、というようなあのなんていうんですか、嬉しさもあるので、ああいうものがあのもちろん私はファイルとかあのあれ、ね、あのやってほしいなとか思うんですけど、デザインしてあの一番手近で毎日使えるのは本当にあの100円ショップの宣伝をするわけではないんですけどすごく美しくていいですね。100円なら200人だって2万円でしょ。そうなんですけど、それに型紙をねこちらから提供してもらっていろんな色で提供してもらってぐるっと囲むだけでできるんですよ。それは自分で工作できるはずなの で、 そ、 うです、ね、それを教えてあげればね、作業をする必要が出てくるんですよ、型を彫るっていうの、うん、なのでそれを例えば一緒にみんなでやったっていうのを思い出になるかもしれないし、まあ、キットとしてお渡ししたりとかも、まあ、で多分彫るのは難しいと思うんですね。彫ったものの何種類いろんな型があったじゃないですか、会津型あれが あ, のあれを見せるだけでも私はもう感動もんだなと、うん、で着て方の柿渋は伊勢が取りにあの欲しいっていうほど質がいいんですよ、うん、そこはやっぱり PR しないといけないだろうなと思う。今どうなってる支部？支部はほとんどできない、うん、あのもう支部紙も伊勢一軒しかも全国でも作っていないそうなんです。ただ昔はやっぱりあの柿渋ってあの、まあ、会津塗りの下地にも塗られていたぐらいで、すごく会津ではいろんなものに使われていたもので、その紙も和紙をその柿渋塗ってこう干したものを使ってたんですけど、和紙も喜多方ではあの農家の方が冬場に手すきで作っていて、すごくたくさん作っていたっていう、本当に全部会津型ってもともとは伊勢から流れてきたものなんですけど、全部喜多方で材料が揃ってできていたものなので、何かでも松山小学校では卒業証書全部和紙、子どもたちが木から切ってやってます。いい今日も叩いてきたんですけど、
9日に和紙すきやります。で SDGs ですよね、そういう意味ではね。今なんか喜多方には SDGs って言葉ないんですけど、これは本当に SDGs で、まあその文化を良くするっていう意味で全て揃いますからね。で一つそれやるってことでザーッとこう広がってきますよね。というわけで僕は言い出しっぺで言いましたので、これがお開きになった時にここにカンパします強制はしませんので、どうせ予算なしでやってるんでしょ。そちらは協賛回らないといけないです、ね、なんかわずかなお金でもきっとカンパ集まるから終わった後、それで会津型をぜひね、やってほしいね、取り上げてほしいね後ろに応援だだって成人式の時に会津型のなんかもらえるって、あ、これが喜多方なんだっていうのはとってもいいじゃないですか。騙されたと思って皆さんのカンパをよろしくお願いいたします。あのレーザーでプリント屋さんで紙を切り抜いてっていうのがあるので、そうなんですよ。それを200枚作ればいいんですよ。なのでもしかすると本当にできるかも。でも紙質が関わってくるみたいなんですが、パンフレットに生かすってことはできないの？あ、パンフレットの中で。パンフレットを作るんですか？パンフレットも今作ろうと思っていたところで。パンフレット捨てちゃう。捨てちゃう。そうなんです。確かに。で、パンフレットは実は、うん、毎年会津型を印刷しているんですね。うん、成人式のものは、うん。ただあんまり目立たないので、うん、確かに何かこう記念品でっていうのがあるとすごくいいですね。いいですね。形になったら会津型。これが喜多方なんだみたいなね、なんかこれがねきっと世代を超えた人たちが出会うということのいいところだと思いますよ。騙されましょうみんなで会津型の応援団はだいぶここで生まれたので、はい、私いいですか。いや実は11月の末に市役所の方を訪ねて行ったんです。これ決まる前になんですけれども、っていうのは来年のオペラの喜多方酒蔵オペラコンサートに向けて市長のところを訪ねて挨拶に行ったんですけれども、その時にお名刺いただいてそのレーザーで作り抜いた。でそれがあすごいかっこいいなと思って、で名刺ね、見たことある、はい、でそれで市役所の方をお邪魔して、ちょっと私のお寺朝鮮寺なんですけども、こういう泉のこの水の流れる感じとか、あとは松鳳山っていう山号がついてて、その松っていうのをやっぱりちょっと松とこの水の流れるイメージがあって、ちょっとそれを探してくださいって今ちょうどお願いして、柄の宿題をいただいて結構だからそういったイメージに合わせた会津型ソムリエみたいな方が将来的にいると、やっぱり文様を活用するときは意味が絶対関わってくるので、そういうのも今はちょっと私がやってるんですけど、うん、でレーザーでやっぱりこうくり抜いてもらってとか、でそれでやっぱり人に配ることによってそれを知ってもらえるっていうのがあるので、うん、その市長さんがやっぱりそれを持ってるっていうのは一つ宣伝になるだろうし、私もそれで初めて知って、ね、あ自分も欲しいなと思ったんで、うん、印刷屋さんの方にその話を聞いたら清水さんいらっしゃるよ、うん、すごく熱心にいろいろ100枚で3000円ぐらいなんでね、びっくりするほど安いんですよ。安いんです。でも、うん、技術的にもすごく面白いんですよ、うんうん、であとそのまあ、お寺の取り組みじゃないですけど考えてたのがお寺の障子の例えばちょっと破れちゃった部分の一部分だけその会津型でポッて入ってたりとかしたらワンポイント的にあったら、あこれ何っていうふうに人にやっぱり知ってもらう。だからあと印刷屋さんともそのこの障子全部バーって作れるのかなとかいろいろどういう印刷とかしてできるのかなとか、和紙をやっぱり障子紙とかを使ってこうアピールというか、お寺でまあそういうのあった時にまあ皆さんこれなんだっていう、あ喜多方にこういうのがあるんだっていうのを再発見してもらったり、あとはもう喜多方から出て戻ってきた人があこういうのがあるって言ってそれをやっぱり
全国に広めていくっていうのはやっぱり強みなんです。会津型の寺なんていうのあのね、ゆたりさん、次の蔵に僕つなげて最後のパートにしたいんですけども、はい、あのこちらの昭和蔵で歌われるでしょ、はい、僕ね、寺尾サボさんっていう、まあ、ミュージシャンのコンサートやった時に、はい、彼女の声がね、すごく最高に良かったんですよ。あの蔵と音楽っていうのが、あ、こんなにその取り合わせがいいんだって思った。なんかそんなこと感じますか？そうですね、あの音響的には最高です。やっぱりそうなんですか？はい、あの、うん、何回も歌わせていただいたんですけど、うん、やっぱり響きがいいですね。なるほどね。それはきっとこの昭和蔵だけじゃなくて、蔵の持ってる構造っていうのが、そうですね、音楽と親和性が強い、はい、だったらどっか蔵を開けて、そこをさ、小さなコンサートのできる空間に、イベントを、イベントできる空間にみんなでしようよとかね、そうですね、ありだと思うんですよね。でそれこそあの美術品の展示とかっていうのはもう最近使われてますね。そうですね、もっともっとそういう形で文化とか芸術の場として開放してほしいんですよ。壊れていくのを見るに忍びないとみんな思って、菅さんいかがですか、今の流れで。いや、全く赤坂先生のおっしゃる通りなんですけど、まあ先ほど石戸先生からね、なかなか地元を使えないと言うんだったら、まあちょっとすぐに思いつかないけど、例えば映画の撮影現場に使ってもらうとか、それからまあちょっと言い方は悪いけど、物置として物を入れる、まあ、もともと物置なんですよね。で、物置としてあの収蔵の収蔵をするところであって、それから、まあ、あの密閉度とか、もちろん座敷もあります、解散も、密閉度とかね、湿度、温度とかいろんな利点があるわけじゃないですか。それをもっとあの外の人にも活用してもらうっていう発想も持って、これはちょっと行政を向かないとダメだろうと思うけど、そういう発想ももうそろそろしないと、知り耐えていくのを待っているというわけですね。時間に、ね、だから蔵こそ使って保存なんですよ。そうですね、眺めて保存じゃないんです、使って保存だから、どうやって使うのかってことを、みんなの知恵を出し合ってやる時代だと思いますね。内山さんどうですか？はいはい、あの実はそういうふうなあの考え方を持っていろいろ活動している人たちってそれなりにいるんですよ。そうですね、いるの、いるんだけども、そこが全体化していかないっていうか、つながっていってないんですよね。あのおたつき地区なんかは本当にあのいろんな取り組みを、まあ、地道に地道にやってるんですよ。で蔵の町並み整備っていうか、あのハード面の整備って実は時間かかるんですよね。あそこ住電建築になりましたけど、で文化庁の予算がついて補助金がついて8割補助なんですよ。で1200万の補助が出て、だから1500万までの、まあ、外観だけですけどね、直しができるんですよね。ただあの予算 の, あの上限というか文化庁の潤沢ではないので、年に4件くらいしかできないので、順番を決めながら少しずつ少しずつ集計作業があって、もう4年になるので、まあ、12、3件はもう治ってるんですよね。それが例えばあの15年、20年って続くと、まあ、それなりにあの町並みとしても整備されてくるのかなと。今はなかなかね、石戸さん言われるようになかなかあの容易でない状況ですけれども、地道な努力はあのしてるっていうこと、そしてそこがあのなかなかいろんなところとつながっていってないから、情報もなかなか入ってこないっていう部分があるんですけど、そういったことを少しずつ少しずつやっていって、いい町にしていきたいなというふうに思ってます。あの大内塾も最初充電系になった時、全部あれトタ屋根だったんですよね、こんなとこでいいのかなって私実は見た時思ったんですけど、今になれば全部かやぶき屋根に変わってきてというふうな状況で、時間かかるんです本当に。確かあれですよ、赤坂先生も多分文化創造なんか北方は検討委員会というか、計画作りが始まって、検討してないみたいですけど、ね、あ、そうですか。なんかそういう
あの遣唐使政策を作って、でこういう小さい動きがあるから点が線、線が面になるような形をしてくれると、本当にあの先ほど石堂先生がおっしゃったように持ってるものがいっぱいあるんですよ。それを別に華やかでもなくて地味で小綺麗な始末のできる町、そういうふうにやっぱり今チャンスかなという、コロナ禍の中で自分の周りのことが大切だということが分かった時に、で市がそういう文化創造都市なんとか委員会とかやってるんであれば計画を作って動かしていく、それが1年に4棟だとしてもやっていくんだって見せれば皆さん安心するじゃないですか。あとやっぱりその七日町改造のあれで実例がありますけど、若松があれ生かしましたよね、やっぱりあれをモデルにしてね、喜多方も商工会議所中心に市役所を建てて、やはりあの一つの町並みをふっと改造して活気ある中心地にするみたいな、ね、そういうのはやっぱ10年計画ぐらいでやってほしい、予算つけて。そうですね、その行政だけでもダメだし、はいはい、民間だけでもダメだしっていうのは、やっぱりそういうところの力を合わせてっていうところにやっぱなっていかないと、例えば市の方はやりたいけども予算がつけれないとか、民間の方もやりたいけど行政の方の OK が出ないとか、でそういうところやっぱり力を合わせてこう前に進んでいくんだっていう、でそれで喜多方市の魅力をどれだけ発信するかっていうことによって、人がどれだけ喜多方に住みたいっていうふうに思ってもらえて、町がこう再生していく、今人口、4万4千ちょっとくらい、合併した当時はなんか6万くらい、この減少5万6千でしたね、5万6千、はい、そうするとこの減少のっていうのはやっぱり大変なスピードで進んでると思うんですけど、やっぱり人がここに住みたいって思える利点っていうのがやっぱりないと、あの昨日なんですけどプラザの方であの奇跡の学校っていう映画をやってたんですけども、それはあの人口減少で小学校にもう35人しかあの子供がいない宇都宮の小学校なんですけども、それをあの学区外からも来てもらうっていう風な、ただそれはただ単にそれをやりますって言ったところで人は集まらない。じゃあどこがあれなのか、やっぱり少人数でも少人数だからこそできることっていうのがやっぱり魅力になってで再生してたんですけども、喜多方市もまあその4万4千けど、この規模だからこそできるようなことをやっぱりやっていかないと、これからどんどん大変になっていくのかなって。何のシナリオもなかったんですけど、なかなか面白いお話を、いろんな印象に残る言葉もいただいて、やってよかったなと今思ってます。あの本当にね、指導さんが言われたように、この町に持てるもの実はたくさんあって、実は豊かなんですよ。でもその自分の豊かさをきちんとこの今この生きているこの時代の中で生かしきれていないというもどかしさがありますね。まあ、でも僕はこの震災コロナの後にこの町にどんどん戻ってきている若者たちの姿に出会うたびに、このそんなに悲観はしていないんですけども、でもやっぱり政治はきちんとそれを支えてほしいっていうふうに、予算立てして、うん、本当にね、だって蔵だってさ1500万大きすぎるけども、100万でもね、蔵をきれいにして使いたいっていう手を挙げたら、助成すればそのお金で一生懸命もう民は民は動き出しますよ、なんてことを思います。あの最後に、あ、いいですか最後に一つ、その持っているものを生かすという点でですね、一つだけ知らせてください。自由民権運動の歴史を持っている貴重な町なんですよ。それがね、あそこのプラザにせっかく蔵一つ使って、いろいろ写真など貼ってあるんですが、子どもの展覧会のような貼り方なんです。あれをですね、あの三春町の自由民権運動資料館のモデルにしてね、もうガラスの素晴らしい作りでね、喜多方方面の会津の、ね、自由民権運動の歴史っていうものをね、展示してください。
もう本当にね、僕賛成します。あそこに行くたびにね、なんか泣けてくんだよね。あそこの展示の仕方はね、この展示はないだろうってね、あれ子供に興味持たせないあれで、あの誇りになりますから、あの心のね、あのぜひね、それは市でね、予算つけて、あれを素晴らしい今日のね、熱いガラスケースのね、あれでやってください。説明文は清水さんたちに頼んでね。あれは前からの課題なんですよね。あれ今ボロボロですよ。分かってます。ぜひお願いします。持てるもの。冷徹屋さん。若い世代の。ということで、あの名残は惜しいんですが、結構でも面白かったです。あのいやいや、ま、じゃあ一言だけ締めにします。あの僕がこの蔵のことで活動を始めた頃は、最初の市長が白井市長だったんですね、はい、でその頃蔵のことをこうガンガン申し上げると、やはりネックはね、須磨さん、やっぱりお金持ちの人たちのものだからっていうふうにおっしゃって、そういう意味のことをよくおっしゃっていたんです、うん、とか今そういう時代じゃないよね。違う、完全にそうじゃなくて、うん、もうちょっとその市民全員のものだという感覚で取り組んでいかないと、もう未来はないと、うん、だからお金持ちのものだった時代はあったんですけども、ね、もう支えきれなくなってるんだから、じゃあ市民の共有のみんなの蔵として開放して、うん、あの使っていきましょうよっていう、まあ、転換点だと思いますね、うん、ありがとうございます、はい、このくらいにしましょう。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。